こんにちは、JO の平翔生です。今の気分はどうですか？エモい。エモいし、めちゃくちゃ景色が綺麗、そして楽しい、うん、はい、次行きます。撮影1日目の感想をどうぞ。いや、写真集だから、ずっとまたこれも一つの夢だったんで、なんかこうやって叶えれて嬉しいです。本当にスタッフさんと会社の人とメンバーに感謝しながら写真撮ってるんで、楽しみにしててほしいです。はい、次ラストかな。海の見える場所での撮影です。海の思い出を一つ教えてください。僕、家が本当にど田舎だから海が本当に近くにあるんですけど、毎年海はしょっちゅう行くし、この前実家帰った時に友達と3人で海行って、東京では見られない星空、上見上げたら星空だらけで、もう全部プラネタリウムみたいな感じで、これ星やな。いやけど、まあ海に行っての思い出です。海に行って星を見ました。はい、そんな感じですかね。はい、撮影まだ残ってるんで、まだ頑張ります。大平翔生でした。バイバイ。皆さんこんにちは、 JO1 の川尻蓮です。早速、今の気分はどうですか？調和よ。次に撮影1日目の感想をどうぞ。いや、すごい綺麗な、こうなんだ、お家、すごい景色も良くて、内装も綺麗なところで撮影できてすごく楽しかったです。はい、海の見える場所での撮影です。海の思い出を一つ教えてください。これすごく思い出に残っていることがあって、中学生ぐらいの頃かな、友達4人で海に遊びに行ったんですよ。で、結構昼間から夕方日が沈むぐらいまで遊んで、よし疲れたね帰るかって言って帰ろうとしたら、貴重品が全部取られてました。はい、そんな川尻蓮が出てますので、ぜひ楽しみにしていてください。バイバイ。こんにちは、 JO1 の川西匠です。はい、今の気分はどうですか？少し雨が降っていて、曇ってるんですけど、すごいいい景色なので最高の気分です。 NEXT 撮影1日目の感想をどうぞ。なんかすごいラフな感じで、すごい楽しく撮影させていただきました。初めての写真集なので緊張してたんですけど、すごいいいものが撮れたと思います。はい、海の見える場所での撮影です。海の思い出を一つ教えてください。僕はあんま海に行ったことがなくて、だから思い出はあんまないんですけど、11人で海でバーベキューとかして遊びたいです。以上です。川西匠でした。ありがとうございました。バイビー。はい、JO1 の木本翔也です。20歳です。よし、ここにスケッチブックがあるので見ます。ババン。今の気分はどうですか？今はトイレに行きたい気分です。仕事ね、終わった後に行くトイレは最高です。はい、ババン。なんだ、撮影1日目の感想をどうぞ。そうだな、海がめっちゃ広いなってめっちゃ思いましたね。地球を感じました。ベベン。海の見える場所での撮影です。海の思い出を一つ教えてください。友達と海に行った時に、下がワカメで、そこはニュルッとしたのが気持ち悪いなって思いました。はい、じゃあまたね。